皆さんこんにちは、ジェイソンゴブルだ。ひらげな。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタースペースシャトルの続きになります。前回の動画で宇宙飛行士に組み替えました。今回の動画はこちらの宇宙船に組み替えます。はい、スペースシャトルと宇宙飛行士の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは宇宙船に組み替えます。宇宙船です。はい、宇宙船に組み替えました。ちなみに全部で10分で完成しました。で、この宇宙船なんですけど、どう見てもグラディウスのビッグバイパーに見えちゃいます。例えばだいぶ前に作ったレゴクリエイターでもビッグバイパーありましたね。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらがコックピット部分です。コックピットについては黒いカーブパーツで再現されています。続いて羽はこのようになっていて、ブラックベースで差し色に白色が使われています。後ろから見るとこのようになっていて、この水色のクリアパーツはジェット部分だと思います。はい、続いてこちらの宇宙船の稼働範囲について説明します。まずウィング部分がヒンジでこのように稼働します。続いて後ろのエンジンがこのように動きます。この宇宙船も少ないパーツでよく作られているのがすごいいいと思います。ただやっぱグラディウスのビッグバイパーに見えちゃいます。では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あ、大きさ的にミニフィグは乗れませんね。まあ、強いて言うならスターウォーズのマイクロファイターズサイズですね。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。まあ当たり前なんですけど、レゴマリオは乗れません。乗せるとなったらもうちょっと大きくする必要があります。はい、レゴクリエイタースペースシャトルの宇宙船はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースペースシャトル宇宙船に組み替えてレビューしてみました。まずこの宇宙船なんですけど、少ないパーツでしっかりと再現されているところがとてもいいと思いました。まあ、個人的に言えばグラディウスのビッグバイパーに見えちゃうんですけど、それでもよく作られているところがすごいいいと思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイタースペースシャトルの3つの作品を全て作り終えました。その中で僕が個人的に良かったのは、最初に作れるスペースシャトルと宇宙飛行士です。まずスペースシャトル自体が本当によく作られていて、ギミックも結構あったのでとてもいいと思いました。そして次の宇宙飛行士なんですけど、パーツの使い分けでいろんなところを再現しているところがすごいいいと思いました。個人的にはボールジョイントがあればもっと稼働すると思いますので、改造する際はボールジョイントは必要だと思います。こちらのスペースシャトルは値段が手頃で買いやすいので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。ハハハハ。